はい、どうもこんにちは、テケシです。今日はこちらの、オントローラー、音劇コンと言われてるのもあるんですけど、こちらの、オントローラー使ってちょっと DJMAX リスペクトの方、やっていこうと思います。こちら、説明はちょっといろいろあるんですけど、とりあえず、やっていく曲について、ちょっと最近この DJMAX リスペクト、なんか大型アップデートが入ったらしく、さらになんかすごい曲が入ったみたいなことで、動画撮っていこうかなって思ったところですね。やる曲についてなんですけど、こちらですね、カムイ。こちらをチューニズムとか音劇とか、やってる方はご存知かと思うんですけど、かの有名な TJ ハングネイルさんの曲。TJ ハングネイルさんって誰なんだって話なんですけど、そこはわかんないんですけど、こちらの方。その Easy to DJ っていう曲。ゲームが原作で、そちらに収録されていた曲ですね。SC ちょっと、今ウォーミングアップ何もしてないんで、SC はちょっと無理なので、マキシマム、はい、こちらマキシマムの方をからまずやっていきたいと思います。はい、マジガチで初見ですね。リズムすごい。ここ、ごめんなさい、ミスしましたね。すごい配置してたな。最後どうなるか。まだか。この後かな。チューニズムではここかなり難しい。いやー、ホールドミスっちゃったね。マキシマム、そういえば説明はしてなかったんですけど、このマキシマムっていうのは一応そのプレステ、このゲームってもともとプレステでやる、発売されたゲームなんですけど、このプレステのこのゲームパッドでできる範囲内の譜面配置になってるのがマキシマムですね。なんかこの赤青と緑のこの16部とか多分置いちゃうとなんか無理だったような気がします。ゲームパッドでできるような想定で作られてる譜面らしいです。ただそんなことを無視しているのかと思うマキシマムも存在します。とりあえず一旦 S マキシマムの方やったんで、SC の方やっていきたいと思います。こちらレベル10、
し、レベル14ですかね。何もできないと思います。レベル14はちなみに自分は S 乗ってる曲がないかもしれない、そのぐらいの実力です。対戦よろしくお願いします。クリアできるかな。あ、もうなんか全部音取るじゃん。音撃、音撃、お、あ、やりやすい。このコントローラーめっちゃやりやすかった今の。あ、指痛くなってきたな。痛い。あ、もうウォーミングアップなしで14をやるべきではない。苦しい、苦しいよ。ちょっと痛い。あ、痛い。あー、もうなんかチューニズムと全然違う難しさしてるな、これ。はぁ、あ、S は乗ったか。ノーツ多いから S 乗せやすかったって感じか。いや、だって腕痛ぇ。このちなみに昔やってて最近やってないよみたいな方に補足すると、あ、まあ、この今表記されてるんですけど、このなんだ、クラス DJ クラス、まあ、サウンドボルテックスというボルフォースみたいなのが追加されて、まあ、自分の実力の指標が分かるようになったよみたいなアップデートもね、かなり追加されて本当に面白くなってるんで、しかもカムイが入ったり、本当今このゲーム熱いですっていうのと、あとそのレベルについてなんですけど、かま、全体的にレベルがかなり、まあその、見直されて、それで、なんでしょうね、この今、レベル14って書いてあるんですけど、このレベル14、まあ、その、以前でいうレベル15クラスのものが、なんか大、かなりの、まあ、レベル15が14に落ちたり、まあ、13にいたりするんで、まあ、そういうこともあるんで、かなりレベルは見直されて、レベル14とか13がかなり難しくなってますね、今は。まあ、その、気が向いたらぜひやってもらいたいっていうのはありますね。ということで、まあ、今日はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。